12月10日、中央競馬の競走馬情報です。レース予想や穴馬情報はチャンネル概要欄を参照ください。また、この動画での期待値高めと言っている馬はファンティアの予想とは異なる基準で評価しています。オッズにもよるのでご参考まで。それではスタート。中山第1レース、2歳未勝利、ダート 1200m、目標タイムは1分 12.8 秒です。期待値が高めな馬はセイウンチドリ、ステラベルデです。中山第2レース、2歳未勝利、芝 1200m、目標タイムは1分 9.7 秒です。期待値が高めな馬はモンレーブ、ケイティ奇跡、エクセルブラックです。中山第3レース、2歳未勝利、ダート 1800m、目標タイムは1分 56.4 秒です。期待値が高めな馬はデルマ・ベーダ、ペイシャ・スウィフトです。中山第4レース、3歳以上障害未勝利、ダート 2880m、目標タイムは3分 12.8 秒です。期待値が高めな馬はヒルのダカール、ダノンフロンティア、シャーマンズケイプです。中山第5レース、2歳シンバ、芝 1800m、目標タイムは1分 57.0 秒です。期待値が高めな馬はルージュアベリア、ディアモンクール、ラスカンブレスです。中山第6レース、2歳未勝利、芝 2000m、目標タイムは2分 2.7 秒です。期待値が高めな馬はアイコルレイズ、マイネルモメンタム、ウィーンプロティアです。中山第7レース、2歳1勝クラス、ダート 1800m、目標タイムは1分 54.6 秒です。期待値が高めな馬はミッキーファイト、セントラルバレーです。中山第8レース、3歳以上1勝クラス、ダート 2500m、目標タイムは2分 36.4 秒です。期待値が高めな馬はボンベール、ディズレーリ、ダスクです。中山第9レース、千葉テレ杯、芝 2000m、目標タイムは2分 2.9 秒です。期待値が高めな馬はミヤビ、フルール、ラッチオです。中山第10レース、チワスステークス、ダート 1800m、目標タイムは1分 50.4 秒です。期待値が高めな馬はバルザーシャル、北野ビジョンです。中山第11レース、カペラステークス、ダート 1200m、目標タイムは1分 9.2 秒です。期待値が高めな馬はタガノクリステル、竜のユキナ、デュアリストです。中山第12レース、3歳以上2勝クラス、千葉 1600m、目標タイムは1分 33.8 秒です。期待値が高めな馬はブランデーロックです。中京第1レース、2歳未勝利、ダート 1800m、目標タイムは1分 55.6 秒です。期待値が高めな馬はグーヤカ、チョメチョメ、キャッシュブリッツです。中京第2レース、3歳以上1勝クラス、ダート 1200m、目標タイムは1分 10.7 秒です。期待値が高めな馬は特にいなさそうです。中京第3レース、3歳以上1勝クラス、ダート 1900m、目標タイムは2分 0.1 秒です。期待値が高めな馬はスターグロー、カラーインデックス、ウィンアラジンです。中京第4レース、2歳未勝利、芝 1400m、目標タイムは1分 22.2 秒です。期待値が高めな馬はルクスアドラー、タイキレピン、ラブリーサインです。中京第5レース、2歳シンバ、ダート 1400m、目標タイムは1分 26.2 秒です。期待値が高めな馬はエイブラムス、タイセイアレス、アンシールです。中京第6レース、3歳以上1勝クラス、芝 2000m、目標タイムは2分 1.9 秒です。期待値が高めな馬はガールズレジェンド、ポーレットです。中京第7レース、3歳以上1勝クラス、ダート 1800m、目標タイムは1分 53.3 秒です。期待値が高めな馬はバンベルク、コンテナジュニア、宮地シャルマンです。中京第8レース、3歳以上1勝クラス、ダート 1400m、目標タイムは1分 24.2 秒です。期待値が高めな馬は白山愛、本間が通る、インテンソです。中京第9レース、オンス特別、ダート 1800m、目標タイムは1分 51.9 秒です。期待値が高めな馬はモルちゃん、名称ポケット、グレノークスです。中京第10レース、名古屋日刊ステークス杯、芝 2000m、目標タイムは2分 2.2 秒です。期待値が高めな馬はアイカイマッケンドです。中京第11レース、知立ステークス、芝 1200m、目標タイムは1分 9.2 秒です。期待値が高めな馬は名称エニシア、ロードラスター、名称ツツジです。中京第12レース、3歳以上1勝クラス、芝 1600m、目標タイムは1分 34.3 秒です。期待値が高めな馬はライツ・オブ・キングス、ディープ・グラビティ、ドリアードです。阪神第1レース、2歳未勝利、ダート 1400m、目標タイムは1分 25.3 秒です。期待値が高めな馬は名称フードオン、日本ピロカラット、ボルスターです。阪神第2レース、2歳未勝利、ダート 1800m、目標タイムは1分 55.9 秒です。期待値が高めな馬はクシノス、名称冠、デュランベリテです。阪神第3レース、2歳未勝利、芝 1200m、目標タイムは1分 9.5 秒です。期待値が高めな馬はウェルカム霧島、天童です。阪神第4レース、2歳シンバ、芝 1600m、目標タイムは1分 36.8 秒です。期待値が高めな馬はウィズアリープ、ウィックスティッチ、ワンモアビステッドです。阪神第5レース、2歳シンバ、芝 2000m、目標タイムは2分 4.8 秒です。期待値が高めな馬はコンバットペスカ、ストーンズです。阪神第6レース、2歳1勝クラス、ダート 1200m、目標タイムは1分 10.4 秒です。期待値が高めな馬はビバップ、エコロガイア、ドレシャスです。阪神第7レース、3歳以上1勝クラス、ダート 1800m、目標タイムは1分 53.8 秒です。期待値が高めな馬は熱血社長、ノートルプルメス、ジオパーククラウンです。阪神第8レース、3歳以上2勝クラス、芝 2400m、目標タイムは2分 26.9 秒です。期待値が高めな馬は特にいなさそうです。阪神第9レース、オリオンステークス、芝 2200m、目標タイムは2分 13.4 秒です。期待値が高めな馬はシホのスペランツァ、サジェス、ポットボレットです。阪神第10レース、武田城ステークス、ダート 2000m、目標タイムは2分 2.9 秒です。期待値が高めな馬はダノンブレッド、リチュアルです。阪神第11レース、阪神 JF、芝 1600m、目標タイムは1分 34.3 秒です。期待値が高めな馬は特にいなさそうです。阪神第12レース、筑川特別、ダート 1400m、目標タイムは1分 22.9 秒です。期待値が高めな馬はフェルベンテ、エミサキホコル、コーパスクリスティです。ここからは出走馬の中で、ウマ娘に実装された馬たちの子孫や、ゆかりのある子を紹介していきます。予想とは一切関係ありません。それでもよければどうぞ。ショコラショウ、モンレーブ、篤姫、西の宝島、アースブレイブ、ビッグランガン、ブリエベール、ブラックパーシモン、シドニーライト、マイネルブラボー、アルファエッジ、ディアモンクール、百式、ときめき太郎、マイネルモメンタム、バイコーン、アバンツァーレ、オメガオリーブ、ウィンルーア、リキサントライ、ポリーフォリア、ジュンブルースカイ、ウィーンアラジン、サノラキ、ディープリボーン、アイワカツテーラー、オープンソース、ピースオブザライフ、レッダールバ、ノレッジビューティ、マテンローカノン、マリネロ、フェネラリーフェ、湘南アキドン、ダノンテドロ、トリオンファーレ、インテンソ、オールマキシマム、シー・オブ・ドリームス、カプラ・ローラ、ワイルド・ベティ、名称オーロラ、サクセス・ドレイク、エイト・キング・ゴッド、ウィーン・チェレステ、名称ツツジ、鳳凰武蔵、日本ティロカラット、ディーズ・ミソロジー、アクシノス、ウィズ・アリープ、ストーンズ、サーブ・ザ・ミッション、ウィーン・デイジー、ジオパーク・クラウン、シベリアン・タイガー、ウィーン・ルーティン、アイン・ゲーグング、ブレイブ・ロッカー、マイネル・ラウレア、イーサン・バーニング、ビップ・スコーピオン、君のフラッシュ、セブンスレター、インディゴ・ブラック、テイ・エム・ファルコン、トップゴス、ガトーマロン、カガカプチーノ、セユンラビリンス、富士豪客、マリノバレリーナ、マクスウェルカフェ、ザッツ、ケイティ奇跡、ミニマルデザイン、デルマ・ベーダー、ウラエウス、ヒルノ・ダカール、ゼニット、クラウンゼと、GT ドリーム、au キュート、タンゴバイラリン、カミンスキ、ディズレーリ、ミズリーナ、フォルコメン、北の竜王、北のビジョン、カイザーメランジェ、ユウのユキナ、ノーダブルディップ、マキアージュ、パスカリ、コーラルティアラ、上限の月、コスモマチュア、ラブリーサイン、大気レビン、ラレーヌデリス、シュライフェ、ダイシンベスパ、ミヤジ・シャルマン、バンベルク、名称ポペット、ラキエータ、アビエルト、トクシー・カイザー、ライツ・オブ・キングス、ズバット・マサムネ、名称王子、ジョーイン・テビット、オレンジ・サファイア、ベッタ・ホルン、名称の秋、天道、エポック・ヴィーナス、エザルターレ、ミラボニート、シャリティ、ランス・オブ・プライム、ノートル・プロメス、ランス・オブ・アース、ステレンボッシュ、プシプシーナ、ミシェラ・ドラータ、コーパス・クリスティ、サトノ・ヘリオス、エアウェイト・ゴー、リフレクト・ザ・ムーン、エトワール・マタン、ウッド・ショック、ナチュラル・リガー、ボード・ビル、ギガ・ストーム、セユン・チドリ、フェルサイト、ミスさん、もののふの道、スノーピーコック、キープザナゲット、エスペラード、カイトレッド、テイエムクロマル、浅草アダム、ラスカンブレス、レーザービーム、マントバ、アルデ・ドゥオーモ、スノーライトニング、ブレード・サクセス、ミッキー・ファイト、ダスク、服のブルジュ、キガサ、ドーバーイーグル、ラッジオ、甘い、ゼットリアン、デストリーガード、ナイママ、テイエム特急、タガノクリステル、オメガレインボー、カフェサンドリオン、ブランデーロック、スプレモフレーバー、レーブドゥラプレリ、ブーヤカ、ジュンナトゥール、ラブリーディスク、カフジテルビウム、カリュウ、ユッカラン、フォーレ、タマモキサキ、ソルトロング、ガールズレジェンド、ユイ、ジェムステート、白山愛、モルちゃん、マテンロールギー、セグレドスペリオル、バールデュバン、タツリュウオウ、ロードラスター、テクノデザイン、朝からキング、名称風道、サニースター、超完成、西野ミニョンヌ、ウェルカム霧島、ワンモアビスケット、昼のセビリア、シュラハト、キガタレイ、ビバップ、栗の雪椿、スカパラダイス、熱血社長、コレオグラファー、ケンハ・ピンジャー、ファンタジア、レッド・ベロシティ、シホのスペランツァ、明日があるさ、クレメ・ダンジュ、ステイブル・アスク、クイック・バイオ、ニュー・ジェネラル、スキッピオ、ベンダ・バリラビア、バクストゥーム、エイカイ・マッケンロ、スイープ・フィート、ノルーン、アンクロア、アンクロッシュ、セブン・サミット、シユン、プレザント・インド、V キャット、ステラ・ベルデ、ヘブンリー・ハンド、ミヤビ、デルダ・アイメル、ルクス・アドラー、ヤマニン・ブライトン、バーネスト、ツバイシテルネ、カンティプール、ステイチューンド、ゴー・アム・ルーズ、アスカの未来、プレイリー・ドリーム、サジェス、ミライ・テイラー、プエルト・ガレラ、ファル・ギラント、カレン・チャンキー、ウィーン・メラナイト、オベイ・ユア・マスター、F8、シカゴ・スティング、ミユキア・デスウェイ、タッチャブル、プレジャー、ステラシティ、ミシェット、エクセル・ブラック、ララ・マセラシオン、マーゴット・エクラ、タワー大将、ルルディルッカ、バルザーシャル、ゴールド・ハイアー、アース・スピリット、デア・デルマーレ、バラン、リベルテ、アンクル・クロス、クラウン・ハブイ、フレンチ・ギフト、ビューデス・ハイム、プロミシング・スター、ミグラ・テール、ナムラ・ローズ・マリー、セシリ・エプラージュ、クリノ・ドラゴン、ウエーストリーダー、メイプルタピット、スマートレパード、コラソンビート、ナナオ、西野コルベット、ボンベール、黄色のトマト、名称エニシア、コスモディナー、スプリングのバー。